ご視聴ありがとうございます。医学系の花澤です。こんにちは。こんにちは。はい、はじめまして。はじめまして。はい、ちょっと縁があっていらしていただけることになりました。お名前と年齢お願いします。はい、24歳の羽鳥と申します。はい、羽鳥さんです。はい、今日はどんな感じで、どの辺とか、肩が、はい、凝ってる、肩が凝ってるんですかね。はい、どの辺が気になりますか。全体的になんですけど、もう結構広い範囲で、はい、特に重たいとかですか。重たいですね。はいはいはい、いつも気になる感じで。いつも気になってます。はい、腰とか、はい、ここは大丈夫なんでしょうか。腰も、はい、痛いんですよ。あ、腰も痛い。はい、腰はどの辺が痛いですか。後ろですね。はい、後ろが痛くて腰は前じゃないですかね。腰どの辺か、ちょっと手当ててもらっていいですか。真ん中あたりです。真ん中あたり、はい、真ん中あたりが、はい、この辺、はい、痛いくて、はい、腰はいつ頃から痛くなりましたか。腰は割と常に痛いですね。はい、3年前ぐらいですか。3年前ぐらいからいつも痛くなってる。いつも痛いね。肩は高校生ぐらいの時から、ほうほうほう、高校生痛いですね。おう、痛いですかね。気持ちいいですか。気持ちいいですか。はい、かなりあれですよね、痩せ型ですね、はい、細いですよね。あ、そうですか。あんまり自分ではそう思わないんですけど、はい、いや結構痩せてらっしゃると思います。嬉しいです。はい、手をちょっとだらんと楽にしてもらっていいですか。すごい気持ちいいです。もう腕がラウンドしてもらって、はい、右左でなんか、はい、左の方が、はい、肩甲骨の内側のところの凝りが強いなと思うんですけど、うん、左の方が痛いです、はいはい、痛いですね。はい、腰も硬いですよね。やっぱり硬いですか。硬いですね。これどうですか。気持ちいいです。うん、ですか。なんかやっぱり座ってることが多くて、立ってることが多いんですよ。立ってることが多くて、腰も立ってて痛くなってきちゃったんですか。そうですね。なんかよく反り腰って言われてるんですけど、はい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 、それが原因かなとは思ってるんですけど。うん、そうですね。痩せてて筋肉量も少ないように見えるんで、はい。はい、筋肉が少ないとこう支えが弱いので、あ、はい、それでまあ姿勢が崩れたりですとか、はい、まあ、その少ない筋肉で負担するので、うん、まあ、筋肉が凝りやすいとか。そうなんですね。筋肉をつけると、はいはい、その痛みもなくなってくるってことですか。まあ、安定が良くなれば、いい筋肉がついてれば、はい、こう要は腰が痛い人ってコルセット巻いたりしますけれども、はい、まあ、自前のコルセットになりますから、うん、筋肉があれば、うん、なので、まあ、安定している状態になったら、うん、まあ、痛みは減りますね。うん、
しないんですよね。はあ、左の方が効いてますね。どっちも凝りがあるんですけど、うん、左の方がよりちょっとこう凝りが大きいような硬いような感じしますね。すごい効いてる感じがします。うん、痛み強かったり、はい、あったら言ってください。分かりました、うん、こっちもすごい硬いんですよね、はい、うん、これちょっとから入りやすいですね。
ことないんですか。はい、はい、頭の後ろ出ていく、はい、かにびから見てくんでください、はい、すごい伸びてます。はい。はい、止めないようにしてください。ね。気持ちいいですね。はい。この早速で突っ込んでやってください。おー、すごい。あ、これめっちゃ気持ちいいです。私のこの膝の方を持ち入れていただいて、はい、したらとして、はい、これもすごい伸びてますね。硬いですか、凝ってるんですかね。そうですね、かなり強く凝ってますね。おー、すごい効きますね、うん、痛いですよね、ちょっと痛いぐらい。痛くはないですけど、痛くはないですか、なんていうんですかね、響くような感じですか、ね、はい。じゃあ、あと開けるような感じの方が楽になるかもしれない。息鼻から吸って、大きく口から、はー。はい。はい、鼻から吸って、はい、息はー。息吸って鼻から、うん、ハーと口から大きく開いて、あ、すごい、うん、気持ちいいです。あの鼻から吸って口から吐く、すごい効いてる感じがします。はい、緩んできましたね。鼻から吸って口から吐いて、また気をつぶくようにしてください、はい、吸って、はい、はーっと吐いて、はい、吸って、吐いて、吸って、吐いて、中にします、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。